そうなのちょっと今前髪 <laughs> こうお団子あるあるなんですけど前髪がめっちゃ上がってくるんよドキュンペッとけました今 <laughs> DF 窓ディレクターのサトリさんタロットできてそうなのサトリさんなんか万クさんも占いできるって聞いたけど。 ロッ使わないんでそうなんですあのーセールの占いはあらゆる要素を組み合わせた独自の占いとなってるらしいです <laughs> こんばんは誕生日メールありがとうおめでとうーおめでとうございますモバメを取ってくださってる方はえっとーモバメを取ってくださってる方は誕生日メールが届きます <laughs> 呪術廻戦はね最新話まで見ましたね結構やっぱさアニメって面白いよねやっぱなんか全然見ないって方は是非見てほしいなんか何がいいかなわかんないけど私あと転生する系好きです転生したらみたいな異世界に来てた系アニメ好きいろいろありますけどねなんか。 ちゃん熊本からお邪魔してますありがとうございます <laughs> こんばんは次の激端は2728なんだけどあリズラ面白いリズラもそういう感じのやつか見てみよう絶対好きそう私 <laughs> そういう系好きですめっちゃ「NHK ニュース」で。 NHK ニュースで HKT48 の激端の特集を見ましたおありがとうございます嬉しい次の激端は2728でもう終わっちゃうんです4ヶ月ぐらいねプロ,ジェクトでプロジェクト自体は4ヶ月ぐらいあってて企画したりとか私も企画書出したりとか脚本出したこともあったし結局でも私の役職はあの俳優になったので今はお芝居やってるんだけど そうなんでですすーセル中しい私の役は「趣流セイル」っていう占い動画配信者役なんですけど <laughs> 占い動画配信者っていう時点でもう結構カオスな役柄だなっていうのが伝わるんじゃないかなって思うんだけど追加公演あるかな私的にはないと思う追加公演は能見ーーツさんねたてなんかリバイバル公演って言って いつかの回のやつを流したりっていうことあるんだけど追加公演っていうのはなかなかないからどうなるかわかんないですけど私はないんじゃないかなって思ってる今のとこは大人っぽくなったね嬉しいですまつげをねちゃんとするようになりました最近っていうかでも前からやってるかまつげはメイクで一番頑張ってるとこはまつげな気がするわかんないけど まつ毛とあと目の下のキラキラでもわかんないかなこのあわかるかなこうやってやったらわかるこの <laughs> 上がってるそうなんです資生堂のビューラーですね私がいつも使うのはああ <laughs> かわいいが飛んできたでおすすめのマスカラはあのー、なんだっけなヒロインメイク ヒロインメイクのマスカラがおすすめなんだけれども全然落ちないいい意味でも悪い意味でも本当に落ちないから専用のリムーバーがあってこのまつげのそれ使って落としてオイルするんですけど全体的にそうだからなんか海行く時とかいいのかな分かんないけどウォータープルーフだからそうなんです え嬉しい何がすごいって次のアクションが分かってるのに笑ってしまうあ若干何回か見てくださった方なのかな嬉しいありがとうでねオンライン演劇する時もなんかこう寄ってこうやってお芝居する時があるからま <laughs> まつ毛はししっかりしてますそうなの。 春の風を夏葉の花のようにのなら今日は公演どうでしたか公演はねもう体力やばかったほんとにそう激恥じちゆうちゃんの目力そばいっからかも分かるよ <laughs> 嬉しい、ありがとうございますそう、今は裸眼なんだけど <laughs> カラコンね目力は、なんか一回ね、一回っていうか、あのー、ワークショップみたいなので表情筋を使うワークショップがあったんですよ <laughs> そこから私は覚醒した気がします、目力が <laughs> そうなんですよ ティールさんねどうなるんでしょうかね千秋楽とかあと4公演あるからねいちごかわいいいちご「忘れな忘れな」って読むんだこれなんて読むんだろうってねずっと思ってたのこの「<laughs> 忘れな」って読むんや「忘れな草」とかもこういう感じなのかなってこと 今日、アン・ロック俳優陣全員シ,ュールームショールームしたえらっえらっていうのもなんか分からんけどええー、重ねに映るのすごいそう研究に研究を重ねっていうねメイクしてる状態のショールーム初めて見たかもあれ,あれあれあれこんなでもばっちりメイクするのはライブの時ぐらいだから確かにそうかもしんない最近はでもメイクしてた気がする けど久しぶりに見てくれたんですかありがとううございますそうすそっぴんでする時もあるしお仕事終わりの時はメイクしてるんだけどショールームお休みの日とかはね基本ねすっぴんなんですよね。まつげがパリパリ。 皆さんお元気今日は鮭とお味噌汁とご飯とお野菜とっていうすごく和食のメニューを食べたんですけど美味しいですよねなにこれ <laughs> 何これってかこの前あの配信した時も送ってくださってた気がする「雪かわいい」「かわいい」かわいいってか韓国の方韓国語でなんて言うんだろう「き」キヨ「きよ」「きよ」「きよった」私あの話変わるんですけど <laughs> あの YouTube で「きよ」さんの YouTube めっちゃ見るんだよね最近なんかゲームの実況動画配信されてる方なんだけど めっちゃ面白くて面白いっていうかなんか大体の動画がなんか40分ぐらいあるのねだからなんかまったり見てるっていうか感じで見てる <laughs> 全然違う話になっちゃったんですけどね面白いですよね「リトルナイトメア2」のね実況もねなんか見ちゃってめっちゃ見てますね「擬音擬音」うん 勢いの勢い好き面白いですよね本当に <laughs> しかもなんか長いから本当にに何て言うんやろうな本当にのんびり見るって感じお団子がかわいすぎる嬉しいでもお団子さこう,こうやってやんないと見えないんだよねこうやってやつってたらなんかポニーみたいじゃないそんなことないえイベントに会いに行くくらい大好きなのへえー、すごいイベントとかされてるんですね楽しそう 不本意アンロックって深いから公演終わって考察するの好きおーいいですね素敵頑張ってくださいありがとう掛け合い掛け合いね劇中もありますけどオンラインだとあの変わんないかな別にオンラインもでも 0. 点何秒かあのラグがあるからラグあるのかなないこともないと思うからなんか早めに言ってみたりとか。 なんかしてるかもしれないです。不安やんなく、めっちゃ語りたくなる、おお、嬉しい。ピン目立つな。これでも学生時代こうやってピン止めとったな、なんか。こんな止め方じゃなかったけど、おでこ出さない感くて高速で <laughs>。こいつ止まってたな。そう、ラグを見越して。 ちょっっとと早めに言ったりとかするる場面もあるんだよねでも基本的にはそんなに気にしてないかもだからあんまりラグがないのかって感じラグがないんだと思うあんまりセールさん登場したらチャット欄も盛り上がりすぎてがよく止まる <laughs> 嬉しい私本当にあゆきかわいいんか私のキャラって結構コミカルな役柄なんですねでも 普通の舞台だとお客さんの笑い声とかめっちゃ聞こえるけどオンラインだから全く聞こえないわけよだから「出番の前後めちゃめちちゃゃチャット欄見て t h <laughs> ザっていうあのサイトから見れるんだけどその「t のやつに私もログインしてあの見てますめっちゃめっちゃチャット見てるし私出る前後そういつも見てますありがとう しかもその一緒にお芝居してるメンバーも役柄的に笑わないから笑わないっていうかあんまり爆笑はしないからっていうキャラだから <laughs> 本当にねチャット欄が救いなのよ本当にそうなんですキュンです登録者増やしたいからいいねボタンめちゃめちゃアレンジしてるあ嬉しい フォーイアンロック「ハッシュタグ不本意ロック」で感想ツイートつぶやいてくれたら多分みんな見てると思います私も見てるしそうで思ってるよりねそんなにあんまり関係ないかもオンラインだからとかマイナスなことはないかなオンラインだからどうとかうんって思いますね だからもしまだ見てないって方いたら是非見てほしいんですよねぜひぜひ2チーム作ったのは大正解だったねいや本当にそうだねマジで色が違いすぎてびっくりした私最近水色アルタイルの方見たんですけどなんか全然本当にあに違いすぎて雰囲気が私たちとねびっくりした本当に全然違うのあっちは青春劇って感じでこっちは何て言うんだろうな どっちかというと。劇団って感じなのかな？って感じ。メディアにたくさん嬉しい。取り上げてられてましたね。そうなんです。全国放送でゆかちゃんも流れてたから嬉しかったね。嬉しいです。 アルルタイ黒ダッチですかね <laughs> 黒ダッチですかねそう SF ってまあ言うのが一番簡単かもしれないけどでもそこを伝えたいわけじゃなくてなんかいろんなメッセージ性がある作品になってると思うからそうなんです見ててしいいなって思いますそれぞれ良さがあってどちらも面白いお嬉しいありがとう。 続けてみても飽きない確かに全然違うもんね本当になんか本当に違うなって思った、うん、あくび笑っていうコメント見てあくび出た今 ありませんよくなんか隣の人とかあくびしてたら映るやつああいう感じで <laughs> あくび私があくびしたことによってあくび笑ってきたコメントを見てあくびした今 <laughs> そうあっち水色アルタイルの方は途中でコンセプトがガラッと変わったんです私聞いてたコンセプトと全然違いすぎてこんなにも変わるもんなんやっていうめっちゃ思ったし えー、でもそれがやっぱ正解だったと思うしキラキラしてる感じはなんかなんだろう私たちには出せないかもなーとか思ったりするけどこの今の役柄私たちの役柄も本当に、まあ、役作り数か月してるからっていうのもあるけど本当にその人にしかできない役ばっかだと思うからそうなんです。 ズームだと手元に台本を置くのも可能だと思うけど全部暗記して演じてるのもちろんそうですねあの台本見ててやるっいいうことはないな読み合わせの時はこっちにパソコン置いてこう読みながらやってたけど本番中は、うん、普通の演劇と変わらないですね普通の演劇も覚えてで覚えて終わりじゃなくてなんか役をどうにじませていくかみたいな。 感じですかねだからあんまり普通の演劇と変わんないかなシル,セイルさんって難しい役ですかあのー、いつかあの引用りツイートしようかなと思ってるんだけど稽古中の動画がインスタに上がってるんですよねその「不本意アンロック」の公式インスタに。 全然違いいいすぎててめっちゃ面白いから見ほしい普通の人なんですよ本当に「シリウスセール」今結構癖強い役にちゃんとなったんですけど癖強い役って理解してやろうって思ってもなんか分かんなかったから最初は本当になんかマジで違う人みたいだから見てほしいアドリブとか入れてますかアドリブあのー、1日目2日目とかはやっぱり。 基本のそのあきちゃんが書いた脚本をしっかりやってたんだけどでもそなんだろうなちょいちょいなんか変えれる部分とかがあるのでそこは自由にやってますね結構うん結構自由にやってるかも私はちゃんとお芝居するとことか あとなんか結構一人で喋るとことかはめっちゃね下野さん演出だから下野さんと一緒にいっぱいうんちょっともうちょっとこうかなみたいなのをずっとやってたんだけど一方でなんか自由なパートもあるのでそこは結構なんだろう日替わりでなんかちょいちょいいろんなことやってるかなって感じ。うん。 なんでかわかんないんですけど私は結構日替わりで何か変えられるコント劇とかはさなおさらみんなもういっぱい変えてアドリブやってって感じだったんだけど博多座初めて博多座に出た時もなんか城吉郎クイズで日替わりのセリフあったし。 でも博多だってめっちゃね公演数が多くてめっちゃねどうしようどうしようってなってた記憶があったんだけどそんな感じでいっぱい日替わり台リフがいっぱいありましたうんあと外部キャストの松井さんが演じる栗内作っていう役があるんですけど栗内が結構なんかいろんな パスをくれるんで <laughs> それに対してなんかアドリブで返したりとかするとこはありますねどこからがアドリブなのかこれは決まってたことなのかは <laughs> ちょっと見てはいあのご想像にお任せという感じですドキュメンタリーにゆかちゃんの涙が出てる場面を見てゆかちゃんは激ハジ頑張ってるんだと思いましたありがとうございます あの、そう今日 N.H.K のニュースにも私が泣いてるところが映っててちょっと恥ずかしかったんですけど、そう本当にねなんかマジでみんな一回は泣いてるんじゃないかっていうぐらいね期間中は結構大変でしたね。だから本番中ももちろん大変っていうのもあるけど楽しいっていう気持ちもいっぱいあるし稽古中が一番大変でしたねやっぱり。うんこれちょっと違うなとか。 違うなこれ違うなっていうのいっぱいやっててそうだからうん稽古中が一番大変だったかなで稽古の合間に Twitter で短編動画撮ったりとか占いますともあれ1日2日か2日間に分けて撮ったんだけど2日目にめっちゃいっぱい撮ったんよ 本当は3日間で撮る予定だったんだけど2日間になってだから結構なんかカツカツな感じだったからその時ちょっと大変だったけどやっぱ楽しいですよねだから「占いマスト」の第1弾「マリア」なんだけどあの時の前髪なんかぐっちゃぐちゃなんですよ私本当に何か時間がなくてあのめっちゃぐちゃぐちゃっていうそう実はそうなんです のめっちゃ頭回るここしか知らんけどまだあと今好きなのはダブ「ダブスト」って読むのかな「WST」って書いてディフテックさん のマイクロさん私マジで読み方が分かんないんですけど英語とかと DJ の方が組んでるダブストって読むのかな WST って書いての曲好きですね「<music> かいいすべててちょっと分からんけどあの, <laughs> あの調べてくださいちょっとカフェカフェラテソングみたいな曲だったカフェタイムソングみたいな曲だった記憶がするとちょっと覚えたいんだけどそうなんですおすすめ デフテックさん、シーキマイクローン、シーノーレノーレノーレチンに足つけ、頭雲のけ、進む、前に前に前にマイつなげば怖くないから、そこまでお前はよくないから。でもそばにないから、ビリビリマイウェイマイウェイマイウェイ。の,ーーの <laughs> デフテックさんの、そうなんです、おすすめ。 プレーストにも入れてるのでスポティファイのよかったら聞いてみてください私のスポティファイはちなみにインスタのハイライトから飛べると思います本番終わったらすぐねカラコンを取るタイプちょっと充血しとる ーシャさんが九州博多弁の歌歌ってるよ、ね『スイートット』でしたっけめっちゃテレビで流れててねそう「激はじの裏本」「裏本」って何パンフレット的なやつなんだろう明日見れるみたいだから楽しみへえデ、ー、フテックさんはねあともう一曲あってなんだっけ 「なんとかライト」っていう曲も最近なんか友達が聴いてて教えてもらったんだよねあと3分 <laughs> めっちゃ早いんだけどちょっと待って今始めたばっかな気がするんだけどもうあと3分らしい PM また配信できる時はするのでフォローしてくれてたら通知が行くんじゃないかなって思います早くないちょっとあっという間なんだけど 十三ンン、ね、位がかっちゃん十二あずき、十一位龍河が十位きなこ豆だって中5位5い。九位ミッキー位ケビンおにぎり七位サンガ位 m c キ i ズアットマークゆかちゃん韓国ファン五位が f r 四位がわか、ベストリーが3位がプニーありがとう。 二位がミノル、ありがとう、大感謝。そして一位がレイニア、ありがとう、Thank you so much、ありがとうございました。始めるの遅かった。今日はねー、あのー、いろいろね、なんかあの書く提出物がちょっと溜まっててやってたんですよね。そう。 ありがとうございました次の公演は、えー、劇端公演は27、28ですありがとうございましたおやすみなさいお疲れ様ありがとうございました配信してくれてありがとうこちらこそ見てくれてありがとうございますモバメ嬉しかったよ気持ちはありがとうモバメ明日も送るねありがとうございました おやすみーまたねーいい夢見てください聞き恥でお会いしましょう二十七夜は反省会にも出演します裏話とかいっぱい話せるように頑張るのでよかったら見に来てくださいまたねーおやすみチャルチャ晚安再见好好睡觉。